アムには多くのサポーターが詰めかけています。この声援を背中に受け、両チーム今日のゲームを戦います。今夜の現地ですが晴れの様子、両チームいいコンディションの中今夜のマッチを迎えました。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ前半見ていきましょう。このトッププレイヤーたちを揃える両チーム、ワールドクラスのプレーを楽しみましょう。今日の試合はサポーターも楽しみにしてたでしょうね。はい、いいゲームに期待したいですよね。ウアドラード右サイド上がっていく。このボールはつながりません。ギュンドーアンからビレス、ネイマール、さあムバッペ、ムバッペからビレス、このボール奪いに行きます。ラッシュフォード、マルキーニョス、一呼吸を置きます。これは合いません。カゼミロ、ここまでのところどちらもまだシュート見られませんからね。両チームとも落ち着いた試合の入り方をしてきたなという印象ですよね。スペースを狙う、いいボールでしょ。ヘッドだ。いやー、ねえ、穴取れませんね。厳しくチェックします。チャレンジしたところ、これはファールではありません。どうだ、絶好の位置で受ける。ブルーノ・フェルナンデス、フェルナンデス、さあこぼれた。あっと、これは積極的なチェック。さあファーストハーフ最初のコーナーキックになります。裏へのスルーパス、2本目のコーナーキック、クリアです。ダニーロへ、カゼミロ、さあカウンタースピードを上げたいところ、カバール、裏のスペースを狙う、お、これいいですよ。絶好シュートー、だー、先制。状況を見逃さず決定機をものにしました。いや、パスのもらい方も良かったですし、ポジショニングもいいところにいましたよね。シュートの瞬間もキーパーの位置をしっかり見て冷静に流し込んだ、いいゴールだったんじゃないでしょうかね。貴重な先制点を奪いました。アウェーですからね、まあいろんな意味で非常に大きな点ですね。そうですね。 There will be one minute at a time. さあ繋がるか、フェルナンデス、おっと、ディマリア上げる、さらにいった、いやー、これは、ね、そして今前半終了の笛が吹かれました。結果前半1対0、1-0 でリードしているという心の余裕というものがありますよね。ただこれ余裕がね、もしかしたら悪い状況に傾く可能性もありますからね。1対0とリードして折り返します。さあ後半スタート。アウェー側としては前半のうちに得点できたのは大きいですよね。後半守りに入ってしまうと流れが変わってしまうと思うので、積極的に追加点を取りたいですね。なるほど。チュアメリ、ウバラツェリアへ、ここはつながりません。ネイマール、このマッチアップどうなる、スペースへ渡ればチャンスですが、うまく噛み合いませんでした。さあラッシュフォード、抜けるか、どうだ、シュート、こぼれた、危ない。右サイドへ振って、ここからですね、空いてますからね、縦行きたいところですよね。
これはファウルではなかったようです。クバラツエリア、さあムバッペ、ブルーノ・フェルナンデス、ここは下げます。向かいを下げ、組み立てながら攻め上がっていく。ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。アウェー側としてはシュートまでの形ができないんですよね。まあ守備にパワーを持って逃げ切ろうとしているかもしれませんけどもね、非常に難しい時間帯ですよね。クバラツェリア、裏を狙う、これは合いません。シュワミリ、サカ、カットに行きます。裏へ届くか、ここは繋がりません。今の攻撃良かったですよね。形は作れているので、これを続けてなんとかゴールをこじ開けたいところですよね。そうですね、自分たちのスタイルを貫くべきということですよね。カゼミルからブルーノ・フェルナンデス、さあクバラツェリア、1点のビハインドもあるので、今のも命がけの守りですよね。そうですね、リスクを犯してでもラインを上げてアプローチに行っている結果ですよね。ネイマー、決まった、追いついた、生きて同点。今のゴールフリーで受けてからの冷静なシュートでした。そうですね、相手のディフェンスを見事に崩した感じですよね。やっぱり少しでもシュートコースが空くというのも素晴らしかったですよね。同点に持ち込みました。精神的には追いついた側の方が若干有利でしょうかね、はい、まあどちらにしても体力的にはきつい時間帯なんで、あとはもう気持ちですよね、はい、カマビンガから右へ、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。ホーム側としてはいい攻撃でしたけどもね、まあまだ時間ありますからね、この流れを続けたいですよね。ダニーロから左へ、ブルーノ・フェルナンデスへ、おいい形ですよ。これはオフサイドですかね。手元の時計3分を切っている状況。パバール、さあブルーノ・フェルナンデス、裏を狙っていきます。さあこのセカンドボール、パバール、アントニー、アントニーだ、いやー勝ち越せ、ブルーノ・フェルナンデス、ここで期待に応えました、待望の一発目。そしてここで最後の笛、2対1、素晴らしい勝利で見事突破を確定。これはサポーターも嬉しいでしょう。本日はありがとうございました。ありがとうございました。見事に突破を決めています。サポーターの熱気をダイレクトに感じるこのスタジアム、どんなゲームが繰り広げられるのか注目しましょう。今日の天気ですが晴れです。今夜のゲーム好条件の中行われます。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあファーストハーフ見ていきましょう。このトッププレイヤー、シュート、決まった、素晴らしいスルーパスからのフィニッシュ、タイミング完璧でしたね。いや、いい形でしたよね。パスのタイミングが絶妙でしたよね。受ける、シュート、来た、同点、決められてから北澤さん、また破り、キーパーの取れない位置を狙った見事なシュートです。コースを狙ったいいシュートでしたね。しっかり枠に入れる技術も素晴らしいですよね。大
同点に持ち込みました。いや、この短い時間でよく取り返しましたよね。はい、このまま流れに乗って一気に逆転したいですよね。戻します。ムバッペ、レバンドフスキ、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。ヌーノメンデス、このボールに触ります。ネイマール、カウンターを仕掛けます。バストーニ、ここはカットします。カゼミロ、さあムバッペ、ムバッペからレバンドフスキー、ネイマール、ロドリ、このボールをカットします。ブルーノ・フェルナンデス、ムバッペ、さあここでカウンター、ロドリ奪いに行きます。ムバッペへのボール、ムバッペからレバンドフスキー、わずかに届きません。ロドリから左へ、これは奪い返します。さあニャブリ、バストーニ、ムバッペ、シュート、ここはクリア、落ち着かせます。ここはすぐ奪い返します。スピード上がってきますよ。奪い返します、レバンドフスキーへ、このパスを受ける、シュート、これはディフェンス、タイミングずらしていくのも効果的かもしれませんね。どう打開するのか見ものです。ここはディフェンスの対応。 There will be one minute at a time. これは合いません。ここでレフリー笛を吹きました。熱い前半が終了します。見応えのある好ゲームです。さて、同点で終えた前半となったわけなんですが、いかがですか。お互いの持ち味を発揮した45分間でしたね。見どころも非常に多かったですし、後半も期待できると思いますよ。1対1の同点で前半を折り返します。キックオフ、アウェー側としては攻撃の形はできてますから ね、後半も続けていきたいでしょうね。はい、スルーパスを狙う、おっと、今上のボール中央へ、クリア、このピンチをなんとか出します。これは届くか、ヌーノメンデス、ここは読んでいました。スルーパスを出す、チャンス来た、どうだこのシュート、いやー勝ち越し、後半スルーパスからの見事なフィニッシュ、息ぴったりでしたね。そうですね、もうではないですけどね、見事な流れでしたね。お互いのゴールへの意識が生んだ1点ですね。ムバッペ、今日2点目です。ここでリードを奪いました。ここは大きくクリア、危ないシーンでした。裏へ出るか、キミヒからムバッペ、ギュンドーア、さあカウンターを仕掛けます。リュディが流れを止めます。バストーニから左サイド、ネイマールからニャブリ、ギュンドーア、さあ左へ預けて、さあ繋がるか、さあニャブリ、ボールはクリアと、これはキミッヒ、キミッヒからムバッペ、今の攻撃良かったですよね。形は作れているので、これを続けてなんとかゴールをこじ開けたいところですよね。そうですね、流れをつかみたいところです。
通るのか、このパス。コース開いた。いや、追加点。さあ、さらに点差が開いています。このゲーム、スタジアムはファンの熱気に包まれています。どんなゲームになるのでしょうか。今夜の天気は晴れ、いいコンディションの中このゲームを迎えた両チームです。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、ファーストハーフ見ていきましょう。このトッププレーヤーたちを揃える両チーム、ワールドクラスのプレーを楽しみましょう。今日の試合はサポーターも楽しみにしてたでしょうね、はい、いいゲームに期待したいですよね。さて北澤さん、この試合で一番気になる人は言うことはないですよね。彼の場合それだけじゃなくてハードワークもできるので、攻守にわたって活躍できますよね。チームにとって彼の影響力というのは非常に大きいと思いますけどね。はい、さあこのゲームではどんなプレーを見せてくれるのでしょうか。期待しましょう。うわ、マダル、ナイスト、セカンド拾えるか、奪い返します。メッシ、メッシこぼれた、自分で行く。アントニー、さあカウンターを仕掛けます。裏へ届くか、デリフト、このボールはカットされます。ムバッペが受ける、スルーパス、さあ裏を狙っていきましたがこれは通りませんでした。これは素晴らしい反応でしたね。危ないシーンでしたがクリアの対応。絶好の位置、アントニー、さあカウンターのチャンスになります。抜けてくる、さあクバラツェリア、抜けてくる、シュート来た。ボールを奪ってからの一連の流れ、素晴らしいフィニッシュでした。攻撃がスタートしてから流れが良かったですよね。やっぱり一瞬でもコースを開けると最後まで持っていかれちゃいますよね。1対0先制しています。ゴールした後すぐの時間帯は浮き足立ってしまう時間帯でもありますからね、はい、先制はしましたけども冷静に試合を運びたいですよね。モドリッチ、パスをつなぎます。裏へ届くか、いいボールでしょう。デリフト、危ないシーンでしたがここはクリアの対応。ここはつながりません。アダナ・デミルスポル、カウンターを仕掛けます。さあ抜けた、オフサイドです。前半40分を過ぎました。さあブルーノ・フェルナンデス、危ない、デブクリア、このピンチをなんとか出します。さあホランド、シュートダーン、ここでも横っ飛び余儀なくされます。いや、いいんですよね。
さあラストプレーになるのか前半。これはつながりませんでした。ここで前半が終了しました。45分間戦って1対0、1点を先制して後半を迎えます。後半です。アウェー側としてはここで守ろうと思ってしまうと向こうにペースを握られてしまいますからね。なるほど。頭まで来た。フィニッシュまで持っていきましたね。行きたいという意図でしょうね。彼を生かした戦い方が必要になりますよね。おっとクバラツェリア裏のスペースを狙うと呼んでいた。ここは大きくクリアの対応。ブルーノ・フェルナンデスからムバッペ。レバンドフスキ。さあカウンタースピードを上げたいところ。ブルーノ・フェルナンデスからムバッペ。これはいいディフェンス。必死のクリアでしょうね。デブライン、ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。まあここで失点はしたくないですからね。相手にしっかり対応してミスが出ないように気をつけたい状況ですよね。アントニー、おいい形ですよ。これは相手選手。ヘッド、不正だ。大きなピンチでしたがチームを救いました。2本目のコーナー、アダナ・デミルスポルはこれまで2本です。頭だ。いい反応。まあクリアが精一杯ですよね。デブライネ、カズミールからクバラツェリア。さあブルーノ・フェルナンデス、来たチャンスだ。シュート、キーパーセーブ。見事なプレーでチームを救いました。キーパーサール。マルキーニョスからサイド。ブルーノ・フェルナンス、スルーパスを出す。さあムバッペ、これを読んでいた。抜けてくる、来た、シュート、追加点。見事なカウンターからのゴール、あっという間に決まりました。いや動き出しのタイミングもバッチリでいい崩しでしたよね。ディフェンスとしてはあれはちょっと対応できないですよね。中盤で奪ってからのカウンター決めてきましたね。いやカウンター決まりましたね。高い位置。このゲーム、スタジアムはファンの熱気に包まれています。どんなゲームになるのでしょうか。今夜の現地ですが、晴れの様子。両チームいいコンディションの中、今夜のマッチを迎えました。
このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ、ご覧のようにゲームはすでに始まっております。やはりこの序盤、先に主導権を握りたいですよね、はい、攻撃面で波に乗れるとリズムをつかめると思いますからね。思い切ってファーストシュートを狙っていくのもいいですよね。ゲームの序盤見ていきましょう。ディロレンツ、ここはカットします。奪い返します。スペースを使う、絶好の位置、シュート、よく止めた。セカンド拾えるか。坂から左サイド、ブルーノ・フェルナンデス、ブルーノ・フェルナンデスからカンセロ、ウバッペ、さあ右へ預けて、さあつながるか、アカンジ、ウバッペ、ブルーノ・フェルナンデス、ここは奪います。ウバッペ、ここですね。クバラツェリア、この辺の駆け引きはやっぱり見ていてワクワクしますよね。自分で行く、ウバッペ、インターセプトを狙う。このセカンドボールは上がる、頭だ、触った、ここはつながりません。チュアメニ、カットに行きます。さあここから持っていく、ネイマールに渡る、ネイマール、シュート、セイダ、これは惜しい。さあファーストハーフ最初のコーナーキックになります。バルセロナ、ベルナルド・シウバー、マルキーニョス、このボールをカットします。デブライネ、デブライネ、素晴らしいセービング、やはり見せてくれますね。そうですね、ナイスキャッチですよね。しっかり押せましたよね。デブライネ、ミドルシュートを打ってきました。ここは対応します。ここで前半の45分が終了しました。前半0対0、両チームチャンスはあったんですが、結局ノースコアで終えたという前半でした。せめぎ合いの状況でも攻撃の糸口を少しでも見つけようとしていれば、この後優位に進めていくことができますからね。そういった意識を前半で持っていたかどうかでしょうね。前半を終え0対0、後半へと折り返します。さあ後半、両チームとも非常に集中できていた前半でしたが、少し時間を置いた後、この立ち上がり、どう出てくるのか非常に楽しみですよね。そうですね。裏へ届くか。さあベルナルド・シーバー、マルキーニョス、チュアメリ、さあ左へ預けて、一旦前を取る、チュアメニエ、上げてくる、これは奪い返します。裏へのスルーパス、コーナーキック、危ないシーンでしたがクリアの対応。デブライネ、アウェー側としては中盤はほとんどスペースを与えないという意図が見えますよね。ボールアプローチに気持ちが入ってますからね。
The attendance for this match was 70,987. カゼミーロ、奪いに行きます。スペースを狙うと呼んでいた。長いフィード、前線へ。メッシー、裏を狙う。メッシーからアントニー、中に入れる。ここはすぐ奪い返します。シュート！いやー、いい反応でしたね、北澤さん、ね、大きなピンチでしたがチームを救いました。バルセロナ、アワヤというシーンでしたがここはしのぎます。いやー、展開早くなってましたね。メッシー、チュアメニから左へ、これは届くか。アウェー側としてはチャンス作ったんですけどもね、流れは来てますから得点につなげたいですよね。このボール奪いに行きます。右サイドへ振って、ここは返す。スペースを使う、シュート！おー、いやー、きたー、さあ、ようやく均衡が破れました。いや、決まりましたね。Losing a feel. To good or bad.